逃げよう。何か、うん、怖い。そなた大切なるみゆき、そう、こっちって、そなた泣くば我が対岸、対岸、つまり思い隔て、しかれば、しかさあ、み私にさあ、やの、なんでまた春の姿になってんだ。もうすっかり正体は、もう随分と長くこの姿でいたから。え、でも昨日はレナモンの姿、元の姿に戻らねば戦えないのだから。それってつまり普段は春の姿、そっちの方がリラックスできちゃう、って無視かよ。うるさい。みゆきのそばで春の姿で居続けて、しかしその姿でいることは、最初はた、それにこの姿から。そうか。それで俺たちはここに集まった。ああ、みゆきの居場所。みゆきがどこに。みゆきは祠。それって神社の祠って。それは今さら嘘などつくものか。無視の本体がいるのは祠のだから間違いない。たくま、それじゃあ、びっくり。ああ、ええ、東大元暮らし。しかしあの祠には、ま、あそこは何度も協力し合う。春はそのくせ。おけどさ、それはそういうわけ。全ては祠へ向かえばは。僕はレナモンを信じ、レナモンが見、まあ、っていうかレナ、うん、大事な人。そうね、私信じないわけにはいかない。どうやら私はすまないね。みゆきを救えるならそれでいい。さて、敵の居場所はこの世界を支配して。じゃあさ、勝つことよりもとにかくに、そして取り返せたら全力で逃げる。それミノルにしては上出来。ちょっとだけ見直し。おい、なんかそれね。タクマくんはどう。うん、おい、タクマ、カン、うん、つまり、なるほどな。じゃあそんなの、いや、必ず主を倒すこと。それって主を倒さねえと世界は救えない。そうとは言い切れない。倒さなくても世界を。もしや教授は。その方法はわからない。だが倒さなくても解決。でもでも、そうね。ミノルの言う通り。でもそれだ。そうだよ。いや、まずはミユキを助けることを最優先に。か、でもでも、ルシーの目的は。だ、放っておいたら。それはもちろん分かってる。だからどうやって。た、そんなのんびり構えてていいもんなのか。いいえ、タクマ君の今まではいつもルシーの吸収、元の世界に戻ってルシーとのその間って。
私たちはどんな…とにかく祠に行く。それ以外に道だな。俺たちが元の世界に戻る。ええ、みゆきちゃんの力の…でも…教授とレナモンの言う通りだと思う。祠へ向かう前に、それから、俺が行こう。に勝つんだ。アロデルモン、アンジェレーション、僕の番だな。おーグレイモン、私がやろう。アンジェレーション、俺が行こう。私が動こう。漫画来たんだね。べきか。